シューエムラの新作コスメの説明会があるので、今日はそれにね向かいたいと思います。今回はまあ美容関連みたいな感じで3日間まとめてねファッション Vlog を記録しようかなと思ってるんだけども、今回はですねちょっと、春っぽさも兼ねて、ジーンズ系のコーデで、コーデを主に組んでいこうかなと思います。ユニクロ自由ザラのそれぞれのね形のパンツに合わせたコーデを紹介していく予定なので、それもぜひね最後まで楽しんでいただけたらなと思います。まあ、それで今日は1日目ということで今から向かうんですけども、まずメイクからだね。今日のリップはこのシューエムラのリップを使っていきます。春っぽい方がいいかなと思ってこのピンクカラーを今日は使っていきます。今日一応アイシャドウの説明会なので、まあ一応目元はメイクしていかないでいこうかなと思います。でお洋服なんですが、今日はザラのジーンズを着ていこうと思います。結構ねワイドパンツで下に広がってるような形になってるんですけども、ハイウエストでかなりスタイルアップできるパンツになります。トップスが、GU のピンクシャツ、ちょっと春っぽくこういうの入れようかなと思ってピンクシャツと、あとユニクロのニット、このネイビーのニットを合わせてます。まあ、なのでこうジーパンとのねこうカラーがマッチしててすごくいいかなと思います。あと今日はねちょっと作業したいので大きめのバッグを持っていきたいと思います。あとはシーンのローファーも合わせてこんな感じにしてみました。基本的にカジュアルでちょっと暗めなんだけども、こういうところどころねピンクのシャツとかこうリップとかでね春っぽさを出してる感じになります。まあ、あと私的にこういうワイドパンツって下にこう広がってるので、上がこうキャミソールとかすっきりしたものとかもすごい合う気がします。いつかねこのジーンパンを履いて夏のルックもお届けできたらなと思います。夏がね本当に特に合うと思う。ということで行ってきます。バイ。今日はネイルを変えてこようかなと思います。ネイルはねなんかすごく伸びて気になってきちゃうからか、やっぱ月1とかで通ってる感じですね。今がねこんな感じでちょっとホワイト系のカラーなんですよ。今回はちょっと落ち着いたカラーにしてもいいかなと思ってます。で今日のメイクなんですが、今回ディオールのアイシャドウとトーンのリップ使っております。まあこんな感じでちょっとこう春っぽさがあるようなメイクになってます。ピンクカラーで可愛い。今日は GU のジーンズを使って合わせていこうと思います。ちょっとこう下にね広がっててすごく足がね綺麗に見えるような形のパンツになります。でトップスはマウジーのもので、アウターがザラのジャケットになっております。あとシューズとバッグもこう黒系のもので合わせております。こんな感じでね結構かっちりとした黒を合わせてるんですけども、ジーンズが結構明るめのカラーなのでそこまで重くならず、少しそう春っぽい要素があるコーデになっております。カジュアルな感じにもちょっとこうカチッとした感じにも着られる絶妙なコーデになってると思います。なんかクローゼット探してたらさ、このシーンのさバッグとかの方が今日のコーデ合いそうだったのでこっちに変更してみます。こんな感じ、こっちの方がちょっとカジュアル感が増して可愛いかも。ということで行ってきます。まつげパーマと美容院に行っていきたいと思います。そう今日もね髪型どうしようかなってめっちゃ迷ったんですけど、思い切ってねパーマにしようかなと思います。以前パーマにしてそれがすごく好評で、
もう一度ちょっとやってみようかなと思ってパーマにしようかなと考えてます。メイクなんですがこんな感じです。ババン。今日のアイシャドウは&Bのちょっと明るめのオレンジカラーが入ったアイシャドウになります。あとリップが2色付けしてて、スックとあとナーズのオレンジカラーを2色足しております。なのでこんな感じの春っぽいようなメイクになってます。なんかすごく漏れてる気がする。で今日のコーデなんですが、まずジーンズはユニクロのジーンズを合わせております。このねストレートパンツのジーンズを中心に今日はコーデ組んでいきました。でこのシャツもユニクロで購入したものになってて、でアウターはニコアンドのものになってます。まあ、メンズなんでちょっとこうオーバーサイズな感じなんですが、ストレートパンツがスッキリして見えるので、こういうオーバーサイズのジージャンとかにすごく相性がいいかなと思います。で結構カジュアルな感じだったので、バッグとあとシューズはですねかなりスッキリしたものを合わせております。でこのストレートパンツもがっつりストレートパンツっていう感じじゃなくて、軽く下に広がってる気がするんですよね。だからすごくね足の形も綺麗に見えるパンツになってます。それでは行ってきます。Música